我が国の実質 GDP は4、6月期の速報値で年率換算 6% の成長率となりましたが、エネルギー・食料品価格が高騰する中で、内需主導の経済成長を実現していくためには、賃上げが当たり前となる経済、そして投資促進が鍵となります。今年の賃上げ率は 3.58%、 中小企業に限っても 3.23% であり、30年ぶりの高水準となりました。また今年度の最低賃金額は全国加重平均1004円となり、目標の1000円超えを達成いたしました。最低賃金についてはさらに着実に引き上げを行っていく必要があります。引き続き公労使三者構成の最低賃金審議会で毎年の賃上げ額についてしっかりとご議論をいただき、その積み上げにより2030年年代半ばまでに全国加重平均が1500円となることを目指してまいります。賃金および最低賃金の安定的な引き上げが必要であり、そのためには中小小規模企業の労務費の円滑な転嫁が必要です。政府公正取引委員会は実態調査の結果を踏まえ、年内に発注者側のあるべき対応を含め詳細な指針を策定公表し、周知徹底を行います。また賃上げに向けた中小小規模企業の支援のため、直ちに事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT 導入補助金および業務改善助成金について要件緩和を実施いたします。また現場の意見を踏まえ、今後取りまとめる新たな経済対策において省人化・省力化投資の支援措置などの抜本強化を図ります。さらに国内投資促進に向けたさらなる政策的対応として、戦略的に重要な分野であるが、初期投資コストやランニングコストが高い分野について、集中的に支援する税制や、知的財産の創出に向けた研究開発投資を促す税制を検討するとともに、新たな経済対策において地方において賃上げが可能となるよう、中堅・中小企業による投資促進策を強化いたします。これらにより賃金や投資を含む成長と分配の好循環を拡大してまいります。委員の皆様方および関係大臣の引き続きましての協力をお願い申し上げます。以上です。ありがとうございました。